ヤスルパンさん優勝ありがとうございます。タコありがとうございます。アキアンさん、ヤスルパンさんありがとうございます。キャーって言ってる人がいる。たかしさん、マサさん、タコありがとうございます。そうでまだ意外と気づかれてないよ。服部さん、アイラブユーグマありがとうございます。ゴールデンクマ、秒で気づいた。嘘、15センチ20センチいったんだよ。気づくか。ミキヤくん優勝ありがとうございます。ミディアム多分15から20いきました。あ、自分の分かる。本当？いや気づかれんかもと思ってちょっと言わないでおこうと思って。服部さん、かわいいありがとうございます。15センチぐらいいきました。いい？明日は切らない。今日行ったんですよ、レッスン帰りに。そう、でも自分的にはまあまあ気に入ってる。まあまあ気に入ってるからちょっとね、なんかふまって今巻いてもらってるけど、お気に入りぐらいの長さになったので。ショック。私といえばこの長さじゃん。でもね、ロボリンさん、タコありがとうございます。いい感じ。こんばんは。はるさん、似合う。ありがとうございます。ショック？嘘、変わんなくない？あんま。そんなに変わんないよ。たった15センチや20センチです。これはそう、抑えた方ですよ。私もっとボブ行こうかと思ったもん。ちなみにこれ巻いてるから伸ばしたらもうちょい長い。ほら。これ今ね巻いてるから、ちょっとここでもうちょい、ほら長いです。鎖骨よりも下ですから。鎖骨、ここ、鎖骨より下。です。ゴールデン中引きずる？嘘、なんか所詮さ他人の髪の毛じゃん。なんでもよくない？そんなに？他人の髪の毛がちょっと変わってたぐらいでそんな引きずる？鎖骨よりも長いです。え、気がつかん。ほら気がつかんって。そう、もったいない。あ、でもだいぶ結構切りますよって言われました。20ぐらい減ったので。気づく、でも気づく人と気づかない人おるよね。自分でも気づかんもん。あれ元からこれやっけみたいな。そう、おせしかかたん、うどむさんありがとうございます。何骨？そう、切った。こんばんは。なんか毛量も増えた気する。前髪も増やしてもらったんですよ。あと横毛、あ、そう、毛量増えた。そう、長い時毛先がスカスカ増えたの。
まあスカスカだったじゃん。したんです、植えたんです。とても可愛いと思います。いいコメント、いいんだコメントが。毛量増えました。巻いたらそれぐらいだっけって思ったね。なんか気づかんよね、ギリギリ。宇多丸さん優勝ありがとうございます。来た、髪捨てた。ヤスルパンさんかわいい、ありがとうございます。イエーイ。まあ自分的に気に入ってるから OK です。イエイイエイ。想定より長かったけどめちゃくちゃ似合っててテンション上がってます。想定より長かった？え、でも迷ったんですよ。まあこれくらいがね。こんばんは。これぐらいにしました。2枚だけ追加しました。ありがとうございます。追加？追加してくれたの？もうちょい行くかと思った。マジ？鎖骨？まあ確かにちょい長めですよね。ちょい長めだから気づかれないかなとも思う。明日メンバーに言われるかな。気づかれないかもしれない。こんばんは。気づかれますって。気づくかな。でも違和感なくない？なんか、まあ、別に前からこれやったって言われたらそんな気してくるけんさ、意外と気づかれんかも。あり？マジ？私もうない。見慣れたんかなこの数分で。こんばんは。うどむさん、I love you、くま。ありがとうございます。くま。見慣れたね。私ももう見慣れたのかも。見慣れたって言っても、配信始まって20分で見慣れた。コナンの新作映画、今から見る？え？映画館やってるの？まだ。初めてのとこ行った。めっちゃ優しかった。なんか髪の毛の巻き方とかも説明してくれて。これ頼んでないのに優しかった。一番感じよかった今までで。そう、セットの仕方みたいな。え、リピってもいいかも。なんかそう質問してこないんですよ、職業とか。なのにそのセットの仕方教えてくれたり。そうめっちゃちょっとだけだけど肩マッサージ、首マッサージみたいなのもあって、じゃあ首マッサージいきますねみたいな。まあ1分とか2分ですけど、本当に簡単な簡単な。今コリコリなのでマジで。そう、前髪くるん私似合わんのんですよ。過去にやったことあるけど老ける結構。老
老けるんですよね、なぜか。丸顔になんでだろう。まあこの長さじゃできないけど、車おばさんと前髪をくるんってしたら4歳ぐらい老けます。短すぎてできないけど。こんばんは。あさってどんな髪型になるのか楽しみ。まあナチュラルですよね、初日だし。ツアーは全部髪型変えよう。ツインテールですか。ツインテール、ツインテールしたら変化わかるかもね、確かに。さすがに短く、なんかこの前のさやかりんみたい。まあできなくはない、短いけど。こんばんは。高めはね、そうやってみようと思った。あ、でも意外と、あーダメだね、まだ短いわ。高めはできないわ。まあでもできなくはないね、これまっすぐに伸ばしたら。低めがいいね。これぐらいやな、これぐらい。せやなって感じですね。岡山の頃に、あの7県でしょ、でも7ぐらいなら。あるでしょ髪型。あ、オレンジみたいな感じのオレンジの濃さですけど、さすがに 100% オレンジジュースとかと比べると薄いけど、炭酸ジュースだからこんなもんです。炭酸ジュース、前髪良き、そう、前髪増やした、前髪増えました。プリン食べたね、見た。ミニマロンさん、タコありがとうございます。炭酸は好きじゃないですけど、そこまで強い炭酸じゃないの、ファンタオレンジぐらいだから飲める。生誕 T シャツ買い忘れないように。まだ買ってないの？明日までだよ生誕 T。 しかも23日じゃないんじゃない？たまにさ18時締め切りとかあるから、ちゃんと時間まで確認しておかんと。あ、やばい、充電ない。生誕 T シャツは明日までですよ。逃したら自分のせい。まあ確かに、あなたがゲットできようかできまいが私にはそんな関係ないからとか言って、まあいいや、もうそんなしつこく言わない、いいや別に。
知らない、もう私は言ったから知らない、買えなくても知らないから。買い忘れた人用にストックしておきます。高く売ってやれ、2倍で手数料取っちゃおう。あ、みんな言ってるわ。5枚買った方が10枚くらいの値段で売ってくれる。10倍、ね、それがいいよ。2倍なら売りますって。いやー、セータンティーで稼ごうとしてる人がいる。まあ明日までなんで、セーターの T シャツは。明日の夜神戸に向かうバスに乗ります。はい、そっか、なんか明日本番な感じするな。今日はしっかりとした下寝をやったので、リハ。うーん、ね、明日の感じするよね。明日本番な感じするんだけど、明後日なんだか。そっか、なんならもう最初から最後までちゃんと通したから終わった感じもするしね。なんならしっかり最初から最後までもう全部 MC も通してやるんですよ。一回もう本当に全部オーバーチュアから。まあもう終わった気分でもあるし、明日のような気分でもあるし、お疲れ様でした。はい、おやすみなさい。お疲れ様でした。何時に終わるかは分かんないけど、おやすみなさい。そう、見送られ会の練習もしたからね。通る道、道順。壁越し席だからリカちゃんを乗りまくりますって。乗りまくってください。眠いです。もう眠気が来てます。こんばんは。前の反応が薄かった時の練習。自分の席あたりはお見送られましたかって。どこ席てか、もう出てる。体調問題ない、眠いぐらいです。眠気、眠い、朝早いからさ眠いです。まだか。前の席来ますかって、まだ知らんやん。でもほぼ均等に行くけどね。あっち行ってこっち行ってするんで。古谷さん、かわいいギフトありがとうございます。発見したって言ってる人もいた。え、ね、なんか見たよね。なんだろう、出てないよね。ね、なんか席の番号を書いてる人いた。え、でもいたわ。 X で流れてきたもんで読んだんだよね。でもなんか1が後ろらしいね。なんかその方は前列目だ、近いって言ってて、そしたら、あ、逆ですよみたいな。あ、見た。そう、それ見て、え、逆なんだって思って。
これさ、1列目なんか1列目40何番とか書かれてあってさ、超湧いてさ、ね、行ったら一番後ろとか超ショックすぎん。そんな気をつけんといかんね。1列目だーってなってなんて方がいいですね。ショックで帰る。ああ、そんなレベル。ショックすぎて内容入ってこいよね。でもマジでね、なんで1が後ろなの。そういう X が回ってきたの。確かに。ね、だからよく見て、よく見んとね、どっかに会場の席の表があるんかな、わからんけど、よく見て。1が後ろですから。6とかでね、4とかで喜んだらダメです。愛が1位、確かに間違えそう。27時の18時以降、明日の夜だね、遅め。でも私が最近行ったセカオワさんのライブは開演2時間前とかだった気する。席分かるのすごいギリギリ。こんばんは。A だわーと思ったら AA があったりするね。だから行くまで分かんないよね。か調べるか。まどこでも練り歩きあるから、練り歩きあるから。練り歩きもお見送られ会もサインボールもあるので、あとはね、あの日替わりっていうか毎回会場で違う曲やって、奈良県来たら ST の曲全曲聴けるっていう、その ST の曲のブロックがあって、そこが毎回変わる、会場ごとにガポッと。そんで全部になってるんですよ。サインボールゲットできるように頑張ります。うわ、椅子がずれた。まあプレミアム席ならワンチャンあるんじゃない。サインボールのケースをさ調べて買ったけど入りません。なんで。そう、練り歩きあるから近くに行くかもしれない。立ち位置も変わります。サインボールじゃ入れんくていいんじゃない。サインボール、サインボール毎日握っててください。そしたらサインが消えます。サインボール大切にします。ケースにしまいたい。
なんまあるでしょ入るサイズ。あれ欲しそうな顔して見てますね。やめて、届かんとこで見るんじゃないよ。消えたらただのボール。でも私のサインが皮膚に擦り込まれたって思ったら、外ボールよ。入るかね。ちゃんと測っていかないと。こんばんは。アピール、まあ普通に届くとこだったら全然いいけど、届かんとこでアピールしないでください。届かんよ。届くかな。2階の奥とか。投げれる範囲だったの。まあ場所にもよるよ。だって私が下手にいたらそこからしか投げれないから。あれ まあ適当に。そう、私に行く系じゃないんで今回は。曲の途中で投げたりしたらその立ち位置の近くで投げるから、そう、もう真逆にいたら終わりです。運です。運です。逆に私以外の飛んでくるかもしれないから、まあ頑張ってください。誰かのとりあえずゲットすれば、誰のでも。だってね、20何個30個ぐらい。バットを構えてアピールしますって帰ってくるやん。私はキャッチしないといけない。はい、カキーン、クイッ。ユキリカがユキリカのボールゲット。帰ってくるやん。運です。いつか取れるよ。声高くした？え？してないよ。課金のところ。こんばんは。でも背高い方が有利よね。なんか銀手取るときとか。背高いの有利いいと思っても、隣の小さい方々が乗っ取れないやつをふいふいふいって取れるので、イエーイって感じで落ちる前に取れるんですよ。こんばんは。眠すぎる。目は閉じる。もうヒール履いてきてください。でも座りでしょ STU。 座りだから関係ないかも。チョコ食べて目覚ますか。座高が高い短足。うん、チョコって目覚めそうやん。目覚めるって言わん。目覚ますわ。チョコで確かに。なんかサインボールありですって事前に言われたらさ、グローブ持ってくる人とかいそう。 OK なんかな。
反則。ドラえもん体験。ドラえもんかと思った。超美味しい。なんか今日が金曜日って感じがしなさすぎてびっくり。ウキウキなのか、3連休だから世間は。ポケットのないドラえもん使えねえな。キツネさんタコありがとうございます。え、今日の勤労はコナン？もう終わったかな、さすがに。コナンは狸じゃない。え、狸って書いてる。それドラえもんと狸じゃないから。本人が怒るよ、狸って言ったら。ドラえもんのことさ、タヌキって思ってる人多いよね。なんで？まあ、タヌキ顔だけどさ。なんでだろう。ジャパツさんです。ドラえもんは猫だよ。耳ないからタヌキっぽい。タヌキも耳悪くない？耳ないからタヌキっぽい。タヌキも耳あるけんさ、どこがタヌキ感増してるんだろうね。ドラえもんのひげかな、輪郭かな。ね、タヌキも青くないし、耳あるし、なんでタヌキに見えるんだろう。でもひげ、猫もひげあるし、鼻の下かな。鼻の下のこれ人中みたいな。体重人中じゃない、鼻の下。ドラえもんの狸っぽい。ドラえもん、まあ輪郭か、輪郭やな。まあなんだっていいです。なんだっていいんだ。ライスさんタコありがとうございます。投げやりだって。もうドラえもんについてそんな熱く語りたくないしさ、別に今だから何でもいい、何でもいいよ。X のプリン見てくれてありがとうございます。メールの返信見るからね。今日もしてくれてたよね。今日か昨日か、今日かな、昨日、昨日だっけ。いい風呂今日はね、してなかったっけな。毎日3人ぐらいはしてくれてる。ドラえもんの声優さん、へえー。
ドラえもんと同じ、まとめて返信してする人もいるけど何の話か分かんないくなるよね。いや、あのね、でもメールの返信の方でしてくれてる人もいるんですよ。ツイッターの方でしてくれてる人もいるし、あの私に直接届く1週間ぐらいまとめてそっちで返信してくれてる方のも届いてるから、よいしょ、ソファーがずれてるわ、ぷっ、いけたかなこれね、ソファーとソファーの間に座ったらずれてくよね、うん、音がありますほんとありますか、小物ですよ、真ん中に座る、そうね、ここに座ったらいいよね絶対。こことここのソファーは別なんですよ、こ、あの、なんだろう、一個ずつ分かれるタイプのソファーだから、なんかまあじゃけんホテルのベッドとベッドの間に座ってるみたいな感じで、そうだから結構座ってたら離れていくよねソファーが、で沈んでいくっていう、私がホテルとかでベッド2個並んでて間に隙間あるじゃん、そこに私座ってて、ソファー軽いから私の体重でどんどん離れてって、こうやってソファーが、こことここのソファーが、ここにそうお尻が沈んでいくっていうね、こことここがくっついてるんですよ、3つあって、ここの2はセットでここの1がそう1個なんですけど、私がねどうしてもここに座るから沈むんです、ここそうよね、ここに座ったらいいんだね、真ん中に、ここね、ハムハム、お尻が割れちゃうわ、髪色かわいい、イエーイ、変えてないけどね、2の間に座らない、確かになんかここが落ち着くんですよ、やっぱなんかあるんかな、だるま、ありがとうございます、真ん中が落ち着く、めっちゃ落ち着いてる私、そう私落ち着いてるけど、みんなこんな感じじゃないの配信って、どんな配信、金曜の夜やし、そうね、こんな感じじゃないの、隅っこ、料理したり食べたり結構忙しそう、福田さんやないそれ、福田さんやろ絶対それ、焼肉が裏声で感謝配信し始めたらうるさいよ、マジわちゃわちゃしてる、すごいねみんな、何たけるくんタコありがとうございます、私これありがとうございます、眠い、ご飯食べたもん。ミキヤくん、タコ、ありがとうございます。
マイクの BGM テンション上げてくれてる。声そう大きな声出せるんですけど出せないんですよ。ちょっとあんまりやりたくないな。あと2個来てるわタコ。そうありがとう配信。どうしよう近所から来たらピンポンって。服部さんタコありがとうございます。ミキヤくんタコありがとうございます。タコ入りました。車では聞き取れない、無理。これが通常の声だから。ヤスルパンさん I love you イエーイラブありがとう。翼欲しいさんタコありがとうございます。古谷さんタコありがとうございます。もう無理。うどむさんタコありがとうございます。苦情来ますよって。あ、みきやくん I love you イエーイラブしんどタコありがとうございます。 Thank you 海外だ。 Thank you。ゆきりがうのむさんタコありがとうございます。ナナありがとう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 7回分です。キャラじゃなさすぎる。もう私疲れてる眠い。キチネさんタコありがとうございます。4冷たくしてむず。冷たくペホゲナさん優勝ありがとうございます。まあいらんけどもらっとくわ冷たいバージョン。こんばんは返せって言われてる。投げたの悪いんやろ。ミキヤくんタコありがとうございます返さないよイエーイ優勝。ありがとうございます。うどんさんタコぼったくられました。ぼったくりかなんで、ぼったくりかです。ヤスルパンさんタコありがとうございます。返せ怖いね。返せとか言ってくるファンいるんだけど自分で投げといてどういうことかしら。どういうことかしら。ほんと困っちゃう。ゆずさんありがとうございます。服部さん面白い女ありがとうございます。嬉しい。古谷さんタコありがとうございます。困っちゃうわほんと。トラさんミラーボールありがとうございます。あげたこあげたこへー
長いな。どう？こんなもんかな、みんな。いいんじゃない？大丈夫ですかって。大丈夫です。バリピミラーボールだもん。寝れそうですか？寝れそうです。しっかりお休みくださいって。え、心配されてる？ミキヤくん、そのうちはダメです。疲れてる、そう疲れてるよ、もう疲れて。おかしくなっちゃった。ネジ外れた1個。前も疲れた。金曜日だもんね。そうだよ、1週間で一番疲れる。この5分でどっと疲れたりしてませんって。いや逆にねちょっと元気出たよ。逆にね、いっぱいギフト飛び交ったし。何飲んでるの？あのオレンジです。嘘だよ。優勝ありがとうございます。ペンホゲナさん、すごい2個くれた。チャリーン、ありがとうございます。うどむさん、 I love you くま、ありがとうございます。 I love you くま。ファンタオレンジね、ファンタオレンジみたいな感じ。23時いい時間やでってね。もうちょっとで終わるわ。もうちょっと。ツアー前日なのに張り切りますねって。え、前日だと思うじゃん。違うんですよ、私もね。明日っぽい感じするけど前前日なんです。前前日。こんばんは。小判ありがとうございます。スッスさん、みかん好きなの？みかんジュースマックの美味しいよ。期間限定。日曜日、あさって。土曜日髪切るって言ってたから明日の夜配信楽しみですって。もう切ったの。土曜リハ入ったから。いや、私土曜休みやと思っとったんよ。だから今日行ってきた。あ、そう、明日休みじゃないです、リハある。マサパンダくんファイト、ありがとうございます。ボブにするかと思った。さすがにボブはやめた。さすがにね。配信夜、そうね、夜
夜夜あ夜え兵庫って朝早いかな。まあそっか兵庫だもんな、広島じゃないのか日曜日って。まあそれは明日決めたらいいや。いや明日か。ファイト、ありがとうございます。髪切って可愛さマシマシって初見さんが言うんじゃないよ。確かに近いよね、近いイメージある。ならそんな早起きじゃないか。うんうん、まあ短めにするわ夜に。でもマシマシね、初見さんなのに髪切って可愛さマシマシだなんて普段の私は知らないのに。そう髪の毛、髪の毛でも20センチぐらいいきましたね。そう切りました今日。神戸のケータリング、神戸何が有名？神戸牛はないんよね、神戸って。あのケータリングに。今の髪型って何？これ？どういう触り方したっけ？こうか？どうだっけ？神戸プリンかな、やっぱ。伸ばしたらちいかわの位置だから、これ今ね巻いてるからちょっとビーンって伸ばしたら多分ちいかわの位置まで届く。ほらこれふんわり巻きにしてもらってるので。神戸牛何がある。いや今日はちいかわじゃないですけど、ちいかわいないですよ。これはまあ牛が有名なんだろうね。とりあえず神戸、神戸プリンね、神戸プリンでも結構頻繁に食べるよね。なんか結構買えるやん、愛媛とかでもね。広島まあなんか結構買えるからさ。スイーツプリン、コロッケ、明石焼きね、いいね。確かに明石焼きありそうやな。そうサービスエリアに神戸プリンよくあるけんね、なんか定期的に親が好きで買ってる。うんうんねね、もっこすラーメン、初めて聞いた。ママです。ピンク着るの久しぶり？そうかな、ピンクの服でも意外とあるんだよね。桜シーズンはめっちゃピンクの服着てたけどね。桜シーズンわ、 LINE 来たわ。冷蔵庫に神戸プリンあるよやって。じゃあいらんな、お土産は。だから私の実家は神戸プリン高頻度であるんですよ、愛媛なのに。マジで。しかもペコちゃんのコラボのやつとか、いや家族ラインじゃない、個人です。
しかも母に会うたびに箱でもらうから、ペコちゃんのやつとか昔めっちゃ大好きだって、今も好きだけど結構食べ飽きてきた。好きだけど、いや帰省するかは決まってないよ。普通にプリンあるよっていう報告。帰省は決まってない。30くだらないとあるんで。ぬいぐるみあげてください、ペコちゃんの。実家に持って帰ろうかな、ペコちゃんとココちゃん。そう、ボートレースは私出ないよ。ペコペコパ。そう、くだらないとあるから。そうやんな。ゴールデンウィークどうなんだろうね。休みなんかな。8月13、ああれでしょ、なんだっけ、あのオロナミン C のなんとか製薬みたいな、大大塚製薬か。ね、8月でも先すぎてさ、先すぎてびっくり。まだ出るか分からんけどさ、寝れるか分かんないけど。そもそも6人なのか16人なのか。6人かな、さすがに6人かな。ね、徳島だから四国のメンバーとかだったらいいけど、まあまだ先なんで。まだだいぶ先だよ。9月のフクフェスはもう出る気満々なんで、福田さんにもね、さすがに四国大使固めてくれるよね。だって四国大使になったんだもん。四国のお仕事、四国大使がやらずにね、どうするんだってなるよね。って思うけど、まあなね、そう思ってもね、違うっていうのがあるあるなので。大塚製薬アピースツイ。ね、オロナミン C とかでしょ。ポカリ、私今日ポカリめっちゃ飲んだよ。そうやね、リハーサル違う、公演の日はポカリ 4,5 本飲みますってアピールしないと。ポカリ1日で 4,5 本ペットボトル飲んでます。ねえ、ね、すごいね、大きな会社。ポカリ徳島なんやね。じゃけん ST はポカリなんかな。いろんなスポーツドリンクある中でポカリなんですよね。春慣れ公園とかで用意されてるのお茶水ポカリなんですよ。私いつもポカリ、ポカリか、ポカリか。オロナミン C も好きですよ。栄養ドリンクも大好き。
あのあれも好きだもん、あのさオレンジっぽいオロナミン C みたいな薄オレンジのやつ、わかる？薄オレンジね、マッチじゃないな、ファイブミニ、それだ。え、それも大東、ん、大塚製薬じゃない？ファイブミニオレンジっぽいやつ、栄養ドリンク違うっけ？大塚製薬あれなんか飲んでた、リポビタンデーからオロナミン C に、そうだね、栄養ドリンク大好きなんで、もう毎日頼ってる、頼りっぱなしなんで。よし、そろそろ終わろう配信、そろそろいい時間です。お腹が空いたらそれ以上いいね、なんかダイエッターなれそうだわ、それカロリーメイト。でも学校の時めっちゃ食べてた、マジかーって。まあまた毎日やってるんで来てください、また初見さんタイミング合えば、毎日配信やってるからまた覗きに来てください、いつでも。たけるくんだるまありがとうございます、みきやくんたこありがとうございます、ハートキツネさんありがとうございます。みるみる懐かしい、え、みるみるってあれだよね、バスの中で見られない、オッケー。じゃあ段順読みます。13位古谷さん、12位ひとしさん、11位大橋さん、10位たけるくん、9位翼欲しいさん、8位トラさん、7位ケンさん、6位キツネさん、5位ベホゲナさん、4位ヤスルパンさん、3位服部さん、2位みきやくん、1位うどむさん、ありがとうございました。みるみるってさ、なんか黄色と赤となんかのこういう丸いのが並んでるやつ、小さい黄色じゃない、黄緑と赤、緑と赤、赤い丸と緑の丸がポンポンポン、あれでも少ないよね量が、なんか足りない、なんか足りないなーってなっちゃう、見切ったよアピール。イメージが湧きません？あ、世代じゃないんだろうね、みる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 世代じゃないんだろうね。じゃあ終わります、かわいい、かわいいと似合ってる同じじゃん、似合ってるってことよそれは。そう、おやすみなさーい、おやすみー。